ランガベリルにある村と教会の名称。ランガーベリルのオッディは中世におけるアイスランド南部の文化的中心であり学問の拠点であった。オッディにはキリスト教会周期以来教会が存在した。現在の教会の建物は1924年に混流された。数世紀にわたってオッディはオッディの剣族と呼ばれた有力者の一等の拠点であった。 オッディには指導者として最もよく知られる二人の人物がいる。賢者セームンドル・シグフースソンと彼の孫ヨーン・ロフツソンである。有名な歴史家、スノーリ・ストゥル,ルソンはこの地で養父のように育てられ、教育を受けた。スノーリの著作、エッダの題名は、このオッディの地名に由来するという説もある。オディ・ランガル・ボラム。s-o-u-t-h-i-c-e-l-a-n-d.com 2017年6月1日閲覧。オディー・チャーチ。サウス・アイスランドツーリスト・インフォメーション。2017年6月1日閲覧。オディー・チャーチ。ナット・ノルディック・アドベンチャートラベル。2017年6月1日閲覧。セムウンダー・フローシー・シグフィセン。グレンダル・デン・ストア・デンスキー。2017年6月1日閲覧。 エッダの署名がオッディに由来することは、エイリークル・マグヌーセソンによって1895年に提唱され、アナトーリー・リーバーマンの、テンス・カンジュナビアンノース・イングリッシュ・エトモロジーズ、アルビズマル6、63、98によって、反売されている、ピアニッシモ67から70。エッダの署名の由来については、アナトーリー・リーバーマン。アン・アレンダム2。 テンスカンジナビアンノース・イングリッシュ・エトモロジーズ、アルビズマル7、101音、特にピアニッシモ、1012を参照。ありがとうございます。